こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございま す。概要欄の方から今 LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話してないような深い内容をお話しさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。ではですね、今日はひもて男性を卒業する、方法というお話をさせていただきたいと思います。で、ひもて男性くんって別にひもてなわけじゃないんですね。だけど何かをしないからひもてなだけで、本当はモテる要素ってどんな男性でも持ってるんですよ。ではなんでひもて男性のままになっているかっていうと、それは行動をしないからなんです。最初のエイヤっていう一歩を踏み出すことができないから、知識はあってもなかなかこう実践することができなくって、そのままの状態っていう人が多いんですね。そのとにかく最初の一歩、最初の行動っていうのをすることができれば、ひもてっていうのは簡単に脱出することができるんですね。でもその一歩踏み出すのって結構難しかったりとすると思うんですね。ではどうやったら一歩、最初の一歩を踏み出すことができるかっていうと、イメージしてもらいたいんですよ。自分がこう成功しているイメージ、自分が素敵な女性、自分が気になる女性でもいいんですけれども、一緒にデートをしてありがとうって言われているイメージとか、そうイメージできないことって絶対成功、その通り実現化しないんですね。なので、あなたが成功している妄想イメージをする、それだけで最初の一歩っていうのはね、踏み出せるようになってくると思いますので、最初はイメージすることも難しいかもしれないんですけれども、まずやってみること、ね、やるとそのうちあなんかできるかもしれないっていう風に思うようになってくるかと思いますので、ぜひやってみてください。ではですね、メルマガの方から5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。本当にね、深い内容をお話しさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。